追いかける町田、セットプレーは生かしたい。グランダのボール、高え、柔らかいボール、裏へヘディング、追いつきました町田。最後は押し込んだ岡野、見事なセットプレー、デザインされたプレーから同点ゴールを陥れました町田です。でしたね、これ安井はスルーするの、もともと折り込み済みで、はい、飛ばして安井に折り返すっていうのもこれ狙いだったと思うんですけども、はい、完璧でしたね。スルーして3人目でファーに飛ばして、完全にデザインされているので、ここに3人走り込んできてますよね、はい、分かっているから。でしっかり叩きつけてキーパーの足元に